はい、ということで、まあ、こちらのグローブもチームで型をつけていこうかなと思います。先日の動画では2分半を2回で、まあ、正直言うとあの後も入れてるんで、2分までは入れてないかな、そのプラスまた数分入れてるので、まあ、結果3回入れてるんですけども、今回キャッチャーミットなので3分でまず1回やろうかなと思います。で、金の入ってるので、まあ、今回はちょっとこういうのかぶせて、普通のグローブだったらかぶせないんですけど、まあ、あの変に吸われて変なシミとか縮んじゃったりするのがちょっと嫌なので、そういうの気になる方は、まあ、こういうの入れてやってもいいのかなと思います。3分間やっていきまーす。レッツゴー。じゃあ、皆さんは、カップ麺を注いでお待ちください。はい、はい、カップラーメンができました。あ、スチームしたからそうじゃないですか。買ってうるせえな口が悪い語弊が出てしまいましたが、ダメですね。はい、このグローブはこの字でやってほしいってことだったんで、まあそうですね、もう本当にこことグローブで こういう線を作っていく。グローブもそうじゃないですか。で、まあ、キャッチャーミットって、まあ、そういうのが大事じゃないですか。特にキャッチャーミットは特に大事ですね。ここの揉みをしっかりと行ってって、僕グローブは5本指でしっかりと掴みに行くイメージなんですよ。はい、キャッチャーミットはこのとここで人差し指中指で掴みに行くっていうようなイメージでやっているのが僕が結構やってるイメージ、片付けのイメージですね。でもだいぶ柔らかくなってるイメージが勝ってーよ。でもキャッチャーミットは特に硬いですからね。で、こういう皮ですけど、はい、単純に吸わないんですよ。そうですね、弾いちゃうんで。そう、蒸気を吸わないんで、その柔らかさが浸透しづらい。一応水とかじゃなくて蒸気だから、はい、なかなか少しは水分入っちゃうんであれなんですけど。どう？あー、でも柔らかくなって顔はできた。ある程度のイメージはできてます、ね。うん、もうちょい揉まないとダメだな、これ。硬いですもんね。うん、よいしょ。で、僕これ2ピースの、ここのね、2ピースがね、やったことないんですよ、キャッチャーミットって。高校の時に部のミットが2ピースで使ってたことはあるぐらい。で、それ以来の2ピース、マジで。何もいないじゃないですか、2ピースのキャッチャーミット使ってる人って。よいしょ、広がってくなー、肩が。よいしょ、じゃあ叩きますか。よっと、ちょっと、何してんの？だいぶポケットはかなり奥に行ったかなっていう。ああ、確かに。で、もう冷めたんで。前回の動画で内野手を2分50秒で入れたじゃないですか。はい。より冷えがなぜか早い。皮とかの特徴で熱を吸い込んでない分ちょっと早いのかなっていう。まあでももうここまで動くんで、ちゃんと言っていた通り、こういう型をしてほしいっていう依頼があったんで、はいはいはい、まあアンパンみたいな丸いミットだったんで、次回出した時はちょっとここ曲げて丸くして、もうちょっと親指に角度つけていこうかなっていう感じでやっていきます。じゃあもう一回シム入れます。はい、じゃあまた時間経ったんで、ちょっと今度はこっちをボコぶってと。でね、ここがちょっとさっきの片付けだと浅かったんで、しっかりと折り込んで、もう最初からここにくぼみを作っておいてあげると多分いいのかなっていうのがあるんで、ここですね、ここのくぼみ、うん、このくぼみ大事ですよ。そうですね、キャッチャーミット特に。なんかプロの選手のキャッチャーミットとか見るとここだけ異常にくぼんでるじゃないですか。ここがめっちゃ深いんですよね、うんうんうん、マッチの。しかも今回はかなりまあ丸型、ボックスの丸型って言ってたところもあるんで、はい、こっちもしっかりと折り込んであげないとそういう型ができないのがあるんで、曲線を描くかのようにやりたい、はいはい、イメージだと。だからイメージだとこうですよ。あー、そうですね、確かに。だいぶいいんじゃないこれ。だいぶ好きな型ですね、自分が。よいしょ。深いポケットって言ってたんで、まあ、目分した超重点的に叩く感じでいいのかなと。あちゃー、ただいまが12月です。チームで暑いです。サウナ入ってたんですか。整ったー太蔵さんじゃないんだからさ。あれ見てない？2人とも太蔵さんのサウナの場合。はい、見てないっす。マジか。たまにしゃべくりで聞くぐらいっす気をつけなきゃいけないのって、2ピースのグローブって折り返し内側なんですよ。おー、はい。だからここどうしても出っ張っちゃうんですよね、最初の段階から。でちょっと押し込んであげたりとかするといいかなと。僕が今までボックス型のミットを作ったことがなかったんで、片付けで、はいはい、全部こういう型だったんですよ。そうですね、ヒロト分かるよね。分かります。だから多分こういうミットって
なかなか珍しくない俺がこれ。なかなかないですね。で、ちゃんともう閉じるなって。おぉ、感動したぜ今ちょっと。で、ほら、ここに最初からくぼみを作ってあるので、はい、ウェブ下よりかもちょっと、言っちゃえば手のひら補給と一緒のイメージなのかな。はい、まあ、なんで、ほらこういう方でしっかりと閉じるようにはなったので、まあ今回はこれでいいかな。まあもうちょっと叩こうかなぐらいで。このグラブの色の配色がいい。まあね、絆さんこういうのもできるからね。ぜひ気になった方はこういった配色のグローブがねできるのでおすすめですよ。ヒロトもねこれで晴れて絆でユーザーになりましたし、はい、ヒロトのグローブの動画は概要欄貼っとくので、まあ、ヒロトのグローブ作ったのでそちらの動画もぜひチェックの方お願いします。はい、お願いします。斬新なやつ。斬新なやつ。俺大好きよあれ。分かる人に分かるグローブ。あ、そうね、分かる人にしか分からない逆にね。いや、分かってほしいみんなに。何分かってほしい。まあ、あの私分かんなかったですけど、分かんなかった身としてはおしゃれだなみたいな、うん、この色いいなってなったんですけど、コンセプトがあるのは私も知らなかった。コンセプトはちゃんと作ってます。言われていた通り深いポケットで丸型なキャッチャーみたいな、ちゃんとここにポケットが伸びてますもんね、この辺が、はい、っていうような片付けを、とりあえずまあこれでお渡ししようかなと思います。いいね、悪大感、悪大感いいっす。まあ、かっこいいっすね、なんか、そうっすね、丸かっこいい。でもあの、こう自分がピッチャーの立場なんですけど、やっぱこう面向けてもらった時に見やすさって結構大事。これめっちゃ見やすい。あ、めっちゃ見やすい。このターゲットと、さらにあのやっぱこのグローブのユーザーさんがもしかしたらあの丸型にすることですごい見やすくっていうのも、はい、あのピッチャーのことを考えてる丸型に今まで使ってたっていうのもあるかもしれないので、やっぱ丸型のグローブってミットってピッチャーも多分すごい見やすい。見やすいですね。やっぱピッチャーのことを考えられた、キャッチャーの方なんだなって思いましたね。はい、ということでね、こういった絆グローブの宣伝をさせていただくと、こういったグローブを作れますし、片付けをね、まあ、2回入れればちゃんとこういう風に硬い絆グローブでも動くようにはなるので、まあ、皆さんちょっと興味あればぜひ絆グローブをよろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。